暖かかったら別にタイツを履く必要もないと思ってるし、こんばんは。トレーニングで走るときにサポートタイツを履いた方がいいと思いますか？計算のスパッツみたいなものを履いているようですが、どんなメリットを考えて履いているのか教えてください。俺がロングスパッツみたいなのを履いているのは、足の皮膚を冷えた外気に触らせないために履いているだけなんで。はい、ここテストに出ます。網目が細かいタイツだから、そこに空気が入りやすくて、その、まあ、皮膚との間に暖かい層を作りやすいんで、足が冷えにくいっていうためだけに履いてます。暖かかったら別にタイツを履く必要もないと思ってるし、ただ風が吹いてたりすると1メートル風吹くだけで体温が下がる率ってめちゃくちゃ上がるんで、だから風の強い日は僕は履くし、風がなくて暖かい日は履かなくてもいいと思って走ることが多い。でその方が動きも良くなるし、なるべく履きたくないんだけど、冷えるよりは履いてた方がいいっていうのが理由です。